北国新聞ニュースをお伝えします。衆議院選挙の公示を明日に控え、県内の3つの選挙区に出馬する候補予定者の陣営では出陣式や遊説の準備に追われました。衆議院の解散から公示までわずか5日という日程に、それぞれの陣営のスタッフは慌ただしく準備に動き回り、12日間の決戦に備えました。このうち一区に出馬する新人の事務所では、午前中から大勢の関係者が頻繁に出入りし、スタッフが遊説のルートや時間、人員の配置など詳細について打ち合わせを行いました。また3区の候補者の事務所では、印刷物の作成や看板、選挙カーの手配が急ピッチで進められました。一方、2区に出馬する候補者の陣営では、市や町の選対と遊説の日程を電話で調整して、明日以降の戦いの準備に追われていました。県内の3選挙区では昨日時点で合わせて8人が出馬を予定していて、31日に投開票されます。まさにバタバタといった言葉がぴったりですね。そうですよね、はい。本当に超短期決戦で、公示前からですね、スタッフもエンジン全開、早くもクライマックスという感じなんですけどね、はい。こんな時こそですね、どうしてもそのイメージ戦略に頼りがちなんですけれども、こうした時こそ、丁寧に政策を訴えてほしい、有権者もそれをしっかりと見ていきたいですよね。そうですね。開館10周年を迎えた金沢市の鈴木大拙館で、今日記念茶会が開かれ、出席者が心づくしの一服を堪能しました。記念茶会やわらぎの世界は鈴木大拙館の試作空間で開かれ、佐渡浦千家今日庵行亭の奈良宗久さんが亭主を務め、正客に佐渡浦千家前家元の千玄室さんが招かれました。茶会には流麗席が設けられ、大拙と交流のあった玄室さんが記念茶会のためにしたためた軸、茶禅道一宮、大拙の書妙憂をしつらえ、水面に映る月を表現した菓子でもてなしました。そして出席者は心づくしの一服を堪能して、禅と茶道に通じる心を感じ取り、節目をことほぎました。ではニュース解説です。白山市は華道家の狩矢崎翔吾さんら著名人をアドバイザーとして招き、恋人の聖地を切り口にして市内の観光資源を発信する事業に乗り出しました。今後著名人と交流する中で、名産品の開発やPR への協力を求めていくそうですが、野口さん、恋人たちが訪れたくなるようなアイデアを期待したいですね。そうですよね。この恋人の聖地はですね、NPO 法人地域活性化支援センターのプロジェクトで、2006年からこの少子化対策と地域の活性化への貢献ということをテーマにして、プロポーズにふさわしい、ロマンチックなスポットを恋人の聖地に認定しているんですね、はい。これまで全国で137箇所が認定され、石川県内からは白山市の一里の温泉、小松市の淡津温泉、そして内灘町のサンセットブリッジ内灘の3箇所が選ばれていて、内灘ではですね、ウォーキングイベントなんかも行われてますよね。今回の情報発信事業は5年計画ということで、聖地を持つ全国18の市町村が参加をして、県内では白山市が選ばれました。参加した自治体が連携して、そのデジタル素材を使って各地の魅力を伝えていくそうですね。アドバイザーはどういった方々なんでしょうか。はい、地域活性化支援センターの理事でもある狩矢崎さんと、デザイナーの桂由美さん、そして親善大使のタレントの今るさんらが参加するそうです。第一弾の活動として、早速白山市の山田市長がですね、
一里の温泉などの名産品を刈谷崎さんにトップセールスしたそうですね。はい、ご覧のように都内で行われた映像の収録では、山田市長がスイーツの白山ショコラ、焼き菓子の白山こびり、で麹甘酒の3品を紹介したそうです。刈谷崎さんはですね、白山片豆腐のおからが入った白山ショコラを、これはいけると、太鼓判を押したそうですね。そうですか。刈谷崎さんは発信力のある方ですから、どんなインパクトのある映像になるのか楽しみですね。そうですね。映像の中で山田市長はですね、白山市の魅力として、白山手取川ジオパークに代表される豊かな自然と、住みよさランキングは全国でもトップクラスであるということを紹介して、多くの人に訪れてほしいと呼びかけたそうですね。はい、収録された映像は刈谷崎正吾のオラガ町の名物グランプリと名付けられて、今年中に動画投稿サイトの YouTube の恋人の聖地チャンネルで公開されるということですね。はい、一里の温泉はお湯を引く管の破損で、来年春まで温泉が供給されない状態ですけれど、いろんな魅力を発信してこのピンチを乗り越えたいですね。そうですよね。大変厳しい状況が続いているんですけれども、今回の情報発信事業は、山から海へとつながる白山市を一体感を持って発信する大きなチャンスでもありますから、一里の一つの柱にしながらですね、白山市全域の魅力を発信して、全国から恋人たちを呼び込んで、いろんな場所を巡ってもらえるようなコースを企画していきたいですよね。そうですね。石川県人事委員会は今日、今年度の県職員の月給を据え置き、ボーナスを 0.15 ヶ月分引き下げるよう勧告しました。これは県人事委員会が今日、谷本正則知事と向出勤県議会議長に対し、民間の新型コロナの影響を考慮し、いずれも2年連続となる月給の据え置きとボーナス引き下げを勧告したものです。勧告通りに実施されると、平均年齢 40.9 歳の行政職の平均年間給与は5万5000円少ない582万1000円となり、人件費は年間およそ10億6000万円減少することになります。県人事委員会が従業員数50人以上の県内154事業所を抽出し給与を比較したところ、月給は県職員給与が民間給与を 0.01% 上回りましたが差が小さく、人事院が国家公務員の月給改定を見送ったため据え置き、ボーナスは職員が民間を 0.14 ヶ月分上回ったため引き下げの判断となったということです。勧告では今後の検討課題として、人材の確保や育成、仕事と生活の両立支援、長時間労働の是正などを挙げました。金沢市大野町小学校に今日、南極の氷が送られ、児童が極地の自然に思いを馳せました。南極の氷はおよそ4キロで、海上自衛隊の砕氷艦しらせが採取し日本に持ち帰ったもので、自衛隊石川地方協力本部が寄贈しました。寄贈式では協力本部の青木太一金沢募集案内所長が、南極の氷は降り積もった雪が固まったと解説し、児童は砕いた氷と水を入れたフラスコに耳を近づけ、気泡が弾ける音に聞き入りました。大雪の影響で社殿の屋根の損傷が進んでいた金沢市内の横川神社で、銅板屋根の吹き替えが完了し、遷座祭が営まれました。金沢市横川4丁目の横川神社の社殿は、1970年に区画整理事業の完了を記念して建て直されました。これまで大規模な改修や点検は行われていませんでしたが、去年の大雪などの影響で傷みが目立つようになり、
銅板を吹き替えることにしました。昨日の例祭に先立ち、一昨日は工事のため仮殿に移した祭神を本殿に戻す遷座祭が営まれ、田地下昭継宮司の祝詞奏上に続き、氏子総代の白川雅樹さん、辰巳浩二さんが御神体を納めた木箱唐筆を担いで参道を一回りしました。氏子総代の白川さんは、住民の思いが詰まった神社を次の代につなげられるよう大切に守り続けたいと語りました。金沢市音楽文化協会の伝統文化体験事業が昨日行われ、県内の親子が茶道の基本を学びました。この催し、親子で学ぶおもてなし和の作法伝統文化総合体験は、金沢市の中村記念美術館旧中村邸で行われ、県内の小学2年生から6年生と保護者およそ50人が茶道の基本を教わりました。講師を浦仙家講師の市村春江さんと林晴美さんなどが務め、お手前の作法や茶道具、茶室のしつらえなどを説明しました。児童は一人ずつ抹茶を立てたりお運びを体験したりし、上生菓子もみじ狩りも味わっていました。体験会は感染症対策のため会場を分散し、手や指の消毒を徹底して行われました。やはりマスクをつけてのお茶会になったんですね。ですね。まあ、先ほどのですね、鈴木大拙館の、まあ、茶会もそうなんですけれども、はい、まあ、何かの節目にですね、お茶席を設けて気持ちを整えると、まあ、そんな場が持てるのは全国を見渡しても京都や金沢ぐらいしかないと思いますね、はい、まあ、そんな伝統が子どもたちにもしっかりと受け継がれていることを誇らしく思いますね。そうですね。金沢市の神社で昨日、菅原道真を忍び剣舞と詩舞が奉納され、一門の関係者がさらなる技能の向上を願いました。金沢市天神町一丁目の椿原天満宮で行われた剣月流銀剣詩舞東宝奉納では、高桑剣月宗家など6人が剣舞や詩舞を通じて神社の祭神菅原道真の遺徳を忍び、技量の向上や一門の健康を願いました。高桑宗家は創立45年指導65年の節目を祝った詩を吟吟し、長さおよそ1メートルの彫塔を振るって新型コロナの収束を願う東宝飛剣邪気払拭剣を初披露しました。また高桑剣王宗伴は記念の祝賀の詩を舞いました。報道に際して募った善意は北国がん基金に寄付されます。心が引き締まるような、ね、ね、写真でしたね。さて、加賀市三木地区で昨日、小学生が特産の梨の収穫などに取り組み、地元の魅力を見つめ直しました。この地域創造事業三木 SDGs ビレッジは、今年度末に地元の三木小学校が閉校し、地区の衰退が懸念されていることを受けて、加賀青年会議所が地元の魅力に改めて触れてもらおうと企画しました。昨日は市内の小学生と保護者およそ90人が3つのグループに分かれ、奥の屋梨園と三木小学校体育館、三木町内会館の前の倉庫をめぐり、梨狩りや稲わらでミニほうき、かかしを作りました。参加した片山津小学校1年の児童は、かかしを初めて作って楽しかった、三木地区は面白い地域だと思ったと話しました。地域を面白いって思えるって素敵ですよね。うん、そうですね、うん、まあ、過疎などでですね、衰退も懸念されるんですけれども、はい、まあ、本当に子どもたちは生き生きとですね、
な体験できる、まあ、こんな素晴らしいところがないんじゃないかというふうにこう自分のこのね、記憶に残るというようなですね、まあ、そんな体験ができるというのはいいことですよね。そうですね。報告新聞ニュースをお伝えしました。